はようございます。今日も最高にいい天気の中サーフィンしていきたいと思います。今日はね、南東がちょっと強くて、でも内房の方はね、サイドオフっぽくてサイズもね、ちょっとあるんで頭ぐらいあるかな。で、人も少なくコンディションは良さそうなんで、今日またね、後ほど紹介するんですけど、ニューボードを使っていきたいと思います。今回のニューボードはこのハズショートモデル、これがオーストラリアの試合2試合で両方使ってたモデルで、あ、めっちゃいい。普通のノーマルボードなんだけど、まあ、ハイパフォーマンスボードなんだけど、俺のドラゴンフライのモデルよりも若干この多分テール幅が広いんだよね。踏んだ時にすごいグッて押しというか押しが感じられて、でもまあしっかりね、最後テールロッカーもあるし、まあ普通に振り回すのもすごい簡単で、でオーストラリアで売ってた板は58あったんだけど、これはね今回は57、結構前に飛んだやつだから57で飛んじゃってて、でもまあね、ちょっと短いのを乗ってみたかったから、多分日本の波とかには全然すごいフィットすると思うから、ちょっと今回はこれを厚乗りしていこうかなと思います。58の時はね、このジョンジョンのミディアムだと若干でかかったけど、サイズが落ちてるからちっちゃいフィンのが多分いいかなと思って今回これつけてきたんだけど、ジョンジョンの試合の時はスモールつけてたから、まあその辺もねちょっと考えながら感じながら、ニューボードまた今回も持ってきたと思います。はい、セッション受付中。
お疲れ様です。お疲れ様です。思ったより楽しめた。もうちょっとね、なんかなんだろうな、とろくて肩ないかと思ったけど、意外と肩チーノ入ってきてくれて、でもね、思ったより力なかったね、波に。なんか見た目はすげえ綺麗に入ってきてたじゃん、わーって、綺麗だった。そう、でもいざ乗ってみると全然押しがなくて、ふわふわっていうか、セクションも立ってないから、ふにゃんって。エアーちょっと練習してたけど、なかなかこうパキンってセクションがなかったから難しかった。でもまあ全然楽しかったね。板もね、結構いい感じだね。やっぱ試合でずっと乗ってたモデルっていうのもあるし、でも前さ板58で、今回の同じモデル57で来たんだけど、それで同じボリュームで頼んでるから、やっぱ58より57、今回の新しいやつの方がレールがドゥンって短い分、やっぱ厚みと幅も同じで頼んだから、やっぱ長さが短い分ちょっとなんだろう、厚みがある感じがして、結構踏み込めればよく走ったかな。まあ全然試合でも使えそうだし、いい感じかな。まあそんな感じで今回の内棒セッションはこんなもんで終了で、またね、次いつかなできるか分かんないんですけど、でも明日明後日上がるよ。そう、波でも明日半端じゃない南が強いんだよね、爆風。でもどっか良さそうなとこありそう。あるかも、ちくらとかあれば風が、ちょっと様子見てまた撮れたら撮っていきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。